と、うん、節目って感じですね。私は風が強く吹いているっていう一曲なんですけど、このアルバムのために書いた新曲なんですけど、曲を最初に聴いた時に鳥のイメージがすごい湧いてきて、風に乗って飛ぶ鳥のなんか曲だなっていうふうに思って、そのアルバムを出すっていうことに対してずっと日々考えてる中での作詞だったので、今までこうお世話になった人のところを鳥になって飛んで過去を振り返ってきたりとかしているような気持ちになったんですよね。ファンって言えるような人たちが自分たちのことを見つけてくれて、なんか少しずつ少しずつ増えていって、その人たちがなんか風を送ってくれて、それで自分たちは今飛んでるなっていう気がするんですよね。でそういう意味でその風が強く吹いているっていうタイトルにしたんですけど、今はみんなの風のおかげで飛んでるよ、ありがとうっていう気持ちを結構詰め込んだ曲になってるので、そこはファンの人に届けたい気持ちとして、なんか 大切にすごい歌いたいなって思ってるので、アルバムの中では結構私はお気に入りの曲になりました。6年前はなんか私全然自分の歌うパートなくて、一番歌も下手だったし、その声も細かったので、なんかあーとかイエーとかそういうのばっかりだったんですよ。もう本当に歌詞がないみたいな、自分が歌ってる歌詞がないっていう感じだったんですよね。でそれが自分が大切に歌って届けないといけない部分っていうのを背負うようになってきたんですよ。アルバムの中の曲もそうで、自分が歌うパートを自分で書いて自分で歌うっていうのは、歌に対してのカラーコードに対しての責任をなんか強く背負うことなんだなっていうふうに思って、でその意識がかなり強くなったレコーディングではあって、なんか自分がここをどう歌うかで、お客さんがどう捉えてくれるかで、カラーコードの印象も変わるし、この曲を好きになってくれるかどうかも変わるっていうのは、なんか大事な責任を負ったなっていうのを思って、そこに対して自分の成長というか、それも感じることができたし、なんかいろんな意味で感慨深かったです。6年で自分がどう変われたのかっていうのに改めて向き合ったレコーディングになりました。ななみはリーダーなんですけど、で最初すっごい怖くて、なんかもう関西弁だしめちゃめちゃ声低いし、なんか1個年上だし、なんか体も大きいし、なんか怖っみたいなずっと思ってて、でもなんかそのリーダーっていうところもあって、彼女はすごい引っ張ってくれたし、なんか人一倍そのなんていうんですかね、熱いところがあるからこそ無理してたところが絶対にあったなっていうのを本当にここ1年ぐらいで思うんですよね。なんか去年かおととしぐらいからなんか分担をしてくれるようになったというか、そのある意味そこは私とまこちゃんに対しての信頼じゃないですけど、なんかここはこの子に任せてもいいやとかって思えるようになってもらえたっていうのは自分にとってもすごい嬉しいし、なんかその彼女が自然で、それこそ自然でいられるようにグループを持っていきたいっていうのを私も思ってたので、なんかちょっと気の抜けた部分が見えるようになって、ここ最近で、でちょっとこう優しくなって心とか、もともと心はすごい優しい人なんですけど、優しさとかがもっと表に出るようになっていったっていう変化はすごい感じていまして、なんか良さとしてそこがもっと人に伝わったらいいなって、やっぱり怖い厳しいっていうイメージじゃなくて、かっこいいのはかっこいいけど、でもメンバーの中で多分一番女子だと乙女の心がある子なので、なんかそういうところとかももっと出たらいいなっていうのはなんか思い続けていますね。まあもう出てきてると思うんですけど、だいぶなんかそこは良さだなと思ってます。まこちゃんはなんかこの子はなんか優しくて、なんかすごくしっかりしてる子だみたいな思ってたんですけど、
結成してちょっと経ったらなんかあめっちゃ天然だなと思ってなんかあの抜けてるところがあるなっていうふうに思ってあのオーラが見えたりとかそういうスピリチュアルな部分とミステリアスな部分という意味でつながってるとは思うんですけどなんか本当の良さっていうのは多分あの人のことをよく見えるんですよ。なんていうんですかね、人をよく見える、自分をある意味ちょっと貶としめてでも人をよく見ることができるっていうなんかところがある気がしてて、いい部分を見つけてくれるというか、で物事に対してもいい部分を見ようとするからなんか人のせいにもしないし、やっぱり自分のせいだ、自分のせいかもしれないっていうところを背負いがちなところは心配ですけど、そこを人のことをよく見てくれるっていうのはいろんな観点をカラーごとの中に持てるからいい部分だったなっていうのを思って直してほしいところはあって、なんかお尻が見えるか見えないかぐらいのスカートであのお出かけするのをやめてほしいですね。なんかもう見えてんじゃないそれみたいな丈なんですよ。でなんか見えてへんてとかって言うんですけど、全然見えてる、全然見えてるっていう、なんか下一応履いてるんですよ、なんか履いてるんですけど下になんかお尻ではないんですけど履いてるやつがもう全部見えてて、それだけはやめてほしいです。いつも応援ありがとうございます。私たちアーティストっていう存在は見る人がいなかったら成り立たない生き物で、皆さんがこの6年の中で着実に自分たちを私を見つけてくれたからこそ6年目を迎えられたし、7年目をこれから迎えることができるんだと思います。皆さんがいてくれないとカラーコードっていうのは自然に消滅していくような、そんな儚い多分ものだと思うんです。どのアーティストも多分みんなそうだと思うんですけど、あの私たちを見つけてくれて本当にありがとうございます。で、これから皆さんに恩返し、力をこれからも与えていけるように日々頑張っていくんで、アルバムも、そしてカラーコードもこれからもよろしくお願いします。9月16日カラーコードの初めてのアルバムがリリースされます。リアル、今の私たちをぎゅっと詰め込んだ、今のリアルな私たちで戦いますっていう思いがこもったアルバムになっているので、ぜひ皆さんお手に取ってみてください。よろしくお願いします。